はい、皆さんこんにちは。トフル専門試験や英語塾主催してます試験屋敷です。よろしくお願いします。いつもトフルについて受験生の役に立つお話をさせていただいております。今回はですね、トフルで、60から80ぐらいの、スコアの、方で、この人が普通に、準備する時間があるよという前提でね、まずはリーディングリスニングをしっかり勉強することから始めようという理由をお話しします。例えばね、今トフルで70点で、来週とかね、来週とかに80取らなきゃいけないとかなると、もうその突貫工事的、あるいはもう緊急避難的なね、勉強にならざるを得ないですよね。もしそうなるとね、だそんな時にはもうこういうの言ってらんないんですけど、多少ね、時間がありますよと、それこそもう2ヶ月でも3ヶ月でもね、本当はちょっとそれでも短いんですけど、ありますよという時にね、やっぱりポイントとしてはリーディングリスニングっていうのをしっかり勉強しなければならないっていうね、そういうことをですね、90とか超えてくるとね、リーディングリスニングどっちかというともうできるんですけどっていう感じにはなってくるので、またね方向性違うと思いますけど、60から80ぐらいの間だとやっぱりリーディングリスニングがまだまだね、足りないっていうことが多いと思います。だからそういう意味でね、まずはそこから始めると。でその理由がですね、プラスの方からねいきますけど、まずは知識、トフルってね、英語のテストなんで、英語の知識がない限りやっぱスコアが上がってこない。で、知識はどこから来るかっていうと、もうビジュアルとオーディオですよね。この二つになります。だから、やっぱり視覚的に目で見て、知識を得る。耳で聞いて、そして目で見て知識を得る。この知識を得るための勉強ですよね。リスニングができるように一生懸命聞こうとか、そういうことであっても、いいんですけど、基本はね、知識を得るために、知識を増やすために聞こうっていうことで大丈夫ですね。聞くことで知識を増やす、見ることで知識を増やす、両方で知識を増やしていくっていうことで、そうなるとね、別にトフルのマテリアルでやる必要もないんですよ。普通の英語学習雑誌とかね、そういうのでやってもいいしね、NHK の英語のね、テキストでもいいし、いろんなものがありますよね。そういうのでも当然やれるはずなんですね。だから必ずしもトフルのマテリアルでやる必要もない。もちろんトフルの過去問とかね、やってますと、で日本語のヘルプも受けられますという環境であればね、もうリーディングリスニング必死でねやってもらえればいいかなとは思いますね。この知識がね、例えばね、なんだろうな、リーディングリスニングからじゃなく知識を得る。例えばね、オンライン会話をずっとやりますみたいなね、毎回やってますとか、いうことではなかなか知識得られないですよね。結局ね、聞いて喋って分かんないとこ分かんないまま、喋りたいくって喋れなかったものそのまま復習多分しないですよね。復習のしようもなかなかないと、いうことになってくると、なかなかこう、なんだろうな、で次のね、オンライン英会話、次の先生、前回と違うよと、前回と同じだったとしても、そこまで復習をしようということにもならないということになると、なかなかこう知識の定着っていうのが測れないですよね。でやっぱりリーディングリスニングって自分の力で、自分のやり方で、自分が満足できるようにやれるのがやっぱりリーディングリスニングの一番大きいねところですよね。だそれをやっぱりしっかり意識して知識を得ていく、これがもう何よりも重要となりますね。でもう一つ、このネガティブな方ね、マイナスの部分を考えると、これね、トフルの60から80ぐらいの人はちょっとありがちね、陥りがちなねところなんです。これがちょっと重要なんですけど、やっぱりトフルとなるとね、半分がスピーキングとライティングでこうアウトプットをするセクションなんですね。でそうなるとね、やっぱりスピーキングとかライティングやらねばっていうね感じになるわけです。ただ全体として60点とかなんで、まだリーディングリスニングがもう圧倒的に足りないわけですけど、やっぱそれでもね、スピーキングライティングやっぱ頑張れねばとかねいう感じになってしまう。でその時にね、よくある話が、この日本語でも分かりませんっていうね、ことをおっしゃることありますよね。これ何を意味するかっていうと、日本語でも分かんないっていうのは、その元々のねネタを自分は知らないのだと。ただ逆に言うと、ネタを知ってればいけるんだという感じの発想ではあるんですね。一つね、例えば一番のね問題でも、伝統的な、あなたは外食が好きですか、それともお家で食べるのが好きですかとかいうことであれもね、あっても、外食っていう時のそのネタがね、浮かばないっていうんで、外食のベネフィットは何なんだっていうんで、こうちょっと準備をするみたいなね、こっちに走ってしまう人はね、ものすごい多いんです。でね、そうなるとね、どうなるかっていうとですね、ネタを準備している間、インプットがないんですね。
この知識が唯一入ってくるリーディングリスニングがなくってネタをずっと準備しているっていうことになって、勉強ができてないんですね。知識が増えてないんですね。それがね、やっぱものすごい問題なんですね。で、どういうことかというとですね、トフルで60から80ぐらいの人にあらかじめネタをすべて教えます。こういうベネフィットがあるよと。なんならセンテンス作ります。で、こんな風になりますよねと。ね。で、これで、もうネタ十分にありますということで、じゃあこれでいきましょうと。で、じゃあ45秒どうぞという風に言っても返ってきた答案は、ネタがなかった時に頑張って作った答案とクオリティが同じなんです。スコアが同じなんです。ここがね、このスピーキングライティングに対するこの見積もりの甘さっていうのが出てるんですね。60から80ぐらいの場合だとね、内容がね分かってれば、ネタさえあればね、できるだろうと思っているかもしれないけどね、ネタが完全に分かっていてセンテンスも全部作れているのにもかかわらず出てくる答案は同じレベルなんです。となるとね、多くの場合2点ですよ。4点満点の2点、要するに30点分の15点ぐらいなわけでしょ。ね。で、これが出てくるんですね。トフルのスピーキング、またはライティングで1点上げるっていうのは、劇的な、能力の差が出ないと、上がらないんですね。単にネタを知ってたぐらいでは、ネタを知らなかった人が、なんとか、I think that, とかで言ってるのと、同じレベルになってしまう。同じ範疇に入ってしまうんですね。最終的な、判断、評価としてはね。だからね、上がんないんです。ネタを知ってるぐらいのレベルではね、上がらないです。ということはね、この今までネタを仕入れてきたこの努力はスコアに反映されないっていうことになります。となるとものすごいロスですよね。この間に知識をどんどん埋めていった方が良かったっていうことになりますね。だからトフル60から80ぐらいの人でまずスピーキングライティングを頑張ろうっていうのはあんまり良くないです。方向性としてはね、時間が十分にある人ですよ。ね、時間が十分にある人ね。もう来週とか言う人もやんなきゃしょうがないですけど。時間が十分にある人は、まずはリーディング、リスニング通して知識を、増やして、で、能力を高めていくということですね。それで、自然とスピーキング、ライティングもついてくるというふうにした方が、効率がね、もう全然違いますね。で、全体のね、まとめとしては、やっぱりこう、走らせるものは、ずっと走らせておくのは、リーディング、リスニングです。これをずっと必ずやっていくっていうこと、これがもうメインであるという感じですね。で、途中でね、ちょくちょくね、スピーキングとかライティング入れていく。で、何のために入れるかっていうのは、スピーキング、ライティングじっくり解いたらいいんですよ。やったり、時間とか無制限でね、やっていく。そうするとね、自分の英語に関する課題が発見されます。例えば、自分、これ仮に答案が用意されていて、でも読むのが遅すぎて時間内に読めないじゃないかとかね、いろんなこう課題が出てきますよね。そうなるとこの勉強の途中でね、自分ちょっとリスニング終わったらいつも音読するんですけどとかね、部分的にね音読するんだけど、その音読をするときに多少早めないといけないですよね。ね、音読がもう少し早くならないと、いくら満点の、仮に満点の答案が用意されていたとしても、自分はスコアが全然上がらないということになりますよね、スピーキングとかね。そうなるとやっぱ音読のスピードを上げなきゃいけない、多少ね。で、音読のスピードが上がらないっていう風になった時に、この原因が明らかに発音にあるということであればね、ちょっと発音の練習してもいいかなということになりますね。そうやってこう、調整をしながら、進めていくことになりますね。で、調整をしながらからも、リーディング・リスニング通して知識はどんどん蓄えていくっていう感じにね、しないといけないですね。スピーキング・ライティングをメインに、メインというか、どっちかオブセスされたね、スピーキングやんなきゃ、ライティングやんなきゃとかね、そういうことになってしまうと、なかなかね、知識をじっくり蓄えていくっていうところに手が回らない、あるいは目が届かない、あるいは注意が、ね、払えないっていうことになりかねないので、そうなるとね、肝心の能力が高まっていかなくなってしまうのね。そうなるとやっぱり良くない。スコアがあんまり結局は上がらないっていうことになります。スピーキング、ライティングをね、1点上げるには相当のジャンプが必要だという認識でね、たくさん知識を蓄えて、それで、ちょくちょくね、スピーキング、ライティングをやって、自分の知識がどれぐらい高まったかっていうのをチェックしていくという感じになりますね。そうやって、進めていくといいかなと思います。参考にしてください。